各静かに先行せよは、1958年制作のアメリカ合衆国の戦争映画。太平洋戦争中のアメリカ海軍の潜水艦の乗組員たちが日本軍を相手に戦うというストーリーで、エドワード・イルビーチ海軍大佐の実体系をもとに制作された。ロバート・ワイズ監督、クラーク・ゲーブル、バート・ランカスターらが出演。太平洋戦争中。 文後水道での作戦で日本海軍に自分の潜水艦をやられたため任務を外されていたアメリカ海軍のリチャードソン中佐は艦長が重傷を負って帰還した潜水艦の赤号の指揮を命ぜられた。リチャードソンの心は自分の艦と部下のあだを打ち復讐することに凝り固まっていた。一方、副長のブレッドソンは部下の信頼も厚く、 公認の艦長は自分であると信じていただけに、心収まらず、中佐の家に乗り込んだが、中佐やその妻、ローラの落ち着いた態度に打たれ、中佐に艦を任せ、絶対服従することを決意する。修理が完了したなあ加護は出港。中佐は部下に、文後水道を避けると言命したが、密かに部下のミュラーとその水路図を研究し、文後ピートと、 あだなされる宿敵が操る日本海軍の駆逐艦、秋風のモデルを使って、報復の計画を練っていた。そしてある日、ナーカ号は、日本海軍の潜水艦と開港したが、リチャードソンは戦おうとしなかった。ブレッドソーはその態度と予定の航路前進を命ずる、中佐を見て、中佐の目的地が、分後水道であることを悟った。ついにナーカ号は、 秋風と対峙することになり、リチャードソンに復讐の機会が訪れる。映画では、復長のブレッドソンが主人公的扱いだが、原作はリチャードソン館長を語り手とする一人称視点の物語である。また、映画のリチャードソンは随分と年配に扱われているが、原作では20代後半から30代前半の若手士官であり、ブレッドソンの3年先輩である。 原作で死亡するのはブレッドソーの方である。リチャードソンとブレッドソーとの感情的対立と和解という人間ドラマの部分は省かれている。原作にもローラという女性は登場するがブレッドソーの婚約者である。映画で活躍するナーカは原作では名前だけの登場でリチャードソンらの上官はガトウ級潜水艦オクトパスとイールである。 劇中に登場する潜水艦ナーカ号は実在するアメリカ海軍の潜水艦ナーカの名を拝借したものである。ただし実際のナーカは途中で建造中止となり実戦配備されることはなかった。ありがとうございます。